まずは長野市中心部の複合施設門前プラザの跡地利用についてです。諮問委員会は商業などの拠点として利用するよう市に答申しました。新しい施設に何を期待するのか街の声を聞きました。長野駅や善光寺の近くに位置する門前プラザ、子育て支援施設、子ども広場、じゃんけんぽんなどが入り、親子の利用も多い複合ビルです。去年10月、ビルの一室ではシニア世代がディスコダンスの練習に励んでいました。これは市の福祉事業の一つです。長野市は門前プラザを取得して以降、2003年からさまざまな活用をしてきました。しかし建物は老朽化、取り壊しが予定されています。おととしから跡地利用を検討する諮問委員会は今朝市に答申書を提出しました。特に市民活動交流支援、障害学習支援、子育て支援についてはですね、エリア内への直接移転が望ましい。このように既存の支援施設の機能は一部残すと答申。その上で町の魅力やにぎわいにつながる新たな機能の導入として、観光、情報発信、飲食、物販の拠点としての跡地利用が提言されました。これに対し荻原健司市長は、人口減少とかあるいは社会情勢の変化の中でですね、まさにですね、この時代のいろんなさまざまな要請にかなった投資になっているというふうに思います。門前プラザって行ったことあります？ないです。ない？なんでないですか？友達と喋るところとか、ゲームセンターとか、洋服のお店とか入ってれば来ると思います。門前プラザの建物は旧大英長野店として1976年に建設されました。2000年に閉店した後、市街地中心部の空洞化が心配される中、どうぞ皆さん盛大な拍手をお願いいたします。2003年4月、先行してスーパートマト食品館が開店。オープンから1週間で1万人が来店しました。そしてこの年の6月に全館オープン。子育て支援施設は当時乳幼児を対象とした無料の遊び場でした。遊ぶとこが全然ないので嬉しいです。すごくこういう施設があると気軽に買い物の帰りなんかに売れたりするので、すごくいいと思います。遊び場を利用した親子は開館した当時、目標を大きく上回る年間5万8000人、1日平均210人が訪れた計算です。門前プラザは長年にわたって子育て支援の拠点として利用されてきました。利用者の声は、子どもと一緒に食べられる場所とかができたら嬉しいかなと思います。入りやすいファミレスとかが嬉しいかな。外で子どもと遊べる公園以外のなんか遊園地じゃないですけど、なんかゴーカートとかなんかそんなのとかあったら楽しいなとは思います。ファミレスとかちょっと入ったら嬉しいですね。なぜそれは？どうしても核家族とか進んでたり、子どもがちっちゃいのいると出かけづらいので、特に駅前とかってそういうところがあんまりないので、結構ママさんって孤独な人が多いので。門前プラザは2031年度に取り壊しが始まる予定です。